配信者の接続が確立しました。ああ。こんばんは。風邪ひいた。こんばんは。何が悲しいの？誰の頭？こんばんは。泣かないで、残飯マンを押す。僕、残飯マン。生ゴミ映してんじゃねえよ。もう完成、昆虫ゼリー来たー。こんばんは。まずはじめに、本日の配信、並びに、パインゼリーを、パイナップルゼリーを、楽しみに して謝れよ、いただいた、視聴者の皆様、大変申し訳ございませんでした。謝れ、土下座は。この度ですね。わっこれ死んでるじゃん。腹くり抜かれたところに内臓のみじん切り詰め込まれてるよ。ぐっと、わら、が見えない。この度、本当に、申し訳ございませんでした。URL 省略。パイナップルゼリーが私にも、謝る気ある？簡単に、作れるかと思って、見えねえぞ。ですね、私は意気込んでおりましたが、私は、小指切れ、パイナップル農家の人に謝れ、無力でございました。誠意を見せるためには焼き土下座しないと。すいません、パイナップル。新しいイラストがあります。パイナップル農家の皆様、並びに、野菜の卸売り、並びに、スーパー玉手の皆様、パイナップルを、パイナップルゼリーにならずに、まあ、こんな現状になってしまい、本当に申し訳ないと思っております。その償いとは言ってはなんですが、すべて、パイナップルの酵素でゼラチンが分解されたの、食べさせていただきたいと思います。この度は、皆様、申し訳ございませんでした。私、料理を1年やっておりますが、まあ、フルーツには、苦手意識がありまして、まあ、こういったパイナップルのそのポテンシャルというものをですね、乗ってたばかりですね、すこういったことになってしまい、誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。本当に申し訳ございませんでした。新しいイラストがあります。しけさん。はい。こんばんは。どうもです。ですね。まあ、何がありましたかと言いますと、ですね。まあ、まず、一見にしかずって言うだろう。百聞は一見にしかずって言いますけど、まあ、こういったことですよ。ゼリーではね、お前はパイナップルに謝る前に食えるところ捨てたネギに謝れ、パンにも謝れ、汚い。ゼリーではね、などと意味不明な供述を繰り返しており、そしてですね、調査をしています。すごく、無体なことするね。量が減っているんですよ。会話成功してたの、ブチブチやん。そう、なんかこんな感じ。兵庫のブスに謝れ。すいません、兵庫のブス。ですね、一体何が起きたのかと言いますとですね、冷蔵庫に、冷蔵庫にですね、違うんですよ。冷蔵庫に入れてたんですけど、結構、タプタプ入れてたんですよ。この水分量の多いやつで。ガチガチ凍らせて。で、まあ、結果的に言うと、凍れてた。しかし、その普通ではこぼれてないわけよ。このままの状態でポンって置いてたから、こぼれてないけど、このパイナップルの、この、器あるでしょ？器のこの
繊維という繊維からこう水分がバーって出てきて、僕が寝てる間にやで、もう冷蔵庫の中がびっちゃびちゃになってもうて、わらわら全部抜けた水分が、わらわら、もうべちゃべちゃ、もうわら、そう、言い訳か、全あの冷蔵庫のもんが全部パイナップルの匂いになってもうた、はい、器のせいじゃん、そう 100% 器が悪い、わら、100% さえ全館と一緒でいろいろ抜けてるな器さえちゃんとしてたら大丈夫やった、パイナップルもお前のこと嫌いだったんだろうな、なんだと、いやお前が悪い、なんでそれ舐めて食わないの、今ですらこう食べ物バカにした、パイナップルさんの下のと聞いて、やる前から分かってただろう、なんで言い訳して、言い訳だってからこっちに移さないからこうなったのか、そういうことか、だから俺が見てたレシピはできてからあの移してたわけか、ちゃんと粗熱取らねえからだよ、粗熱取らへんかったからギャッてできたのか、こんなに悲しいパイナップルを見たのは初めてこれ食べます、今日ね美味しくいただかせていただきます、パイナップルのことなんだが、パイナップルゼリーはやめて、パイナップルケーキにしてます、これからえ、あのこの繊維から繊維水分が全部抜けたこいつの、見ての通りさ、そしてこれちょっとすくってみましょうか、トマトゼリーにしよう、でもね、脳内えぐられてぐちゃぐちゃにされてそのまま返されたパイナップルさんのゼリー感がゼロなんだよな、粗熱ちゃんと取って固まり始めてから入れるべきだったね、やっぱそうやったよな、ゼリー作って養殖、なんだこれ汚ねえ見た目、ゼリーだよねこれ、言うて普通にうまいやろ、ラップしてたからだろ、ラップしてたんやけどね、パイナップルの絞りかす、わら、うん、うめえよそれは、うめえけど全部出たけど、それ牛乳かなんかと寒天に砂糖入れて寒天ゼリー、寒天ゼリーとかにしたいんだよ、これをねいい感じにねちょっとしたいけどね、パイナップルだもんな、わら、パイナップルの果肉です、これはパイナップルぐちゃぐちゃにしただけだもんな、料理でもなくなってしまったもんこれ、うん、じゃあわら、ただのパイナップルだわ、お前パイナップル食ってるだけって料理じゃないぞ、101個使ってゴミを作る天才、今までが料理だったみたいな言い方するのやめろ、新しいイラストがあります、汚いはい、まあ、これはねもうちょっと、まあ、次回リベンジということでですね、お前の食い方おかしい、何でするんだよ、間違ってたみたいなんでね、悲しくなってきちゃった、あの僕もね今日ねちょっと泣きました、なんか自分の無力さに、はよケーキ作れ、はい、冷蔵庫にありよってきそうだな、まずちゃんとあの謝罪を、お前昨日も同じ服着てただろ、やっぱりレシピ選びとかじゃなくちゃんと料理本買いませんか、そうですね、わら、泣いたのは冷蔵庫のお掃除が大変だからだろ、はい、リスナーの話を聞かないからだぞ、ね、こぼれて固まったゼリーをペロッとして食べよ、なんでぐちゃぐちゃになった冷蔵庫配信しないかな、分かってねえな、最悪だったもんな、だってすぐに片付けたもん、いや料理本買っても意味ないぞ、理解力ないから笑、読解力がないってか、でね今日はねちょっと料理はね、ほんとこいつそういう配信者としての自覚たんねえよな自粛しようと思ってますで今日はちょっとカレー入れろ、なめこをちょっと育てようということで、なめこをちょっとこう栽培しようと思います、ね、新しいイラストがあります、しけプランターで作ろうと思ったんですけど、そのこぼれた画像ツイッターには上げたのか、猫育てるの、上げてなかった、舐めてんの歯おめえだろが、わら、すいません、ほんの木から教えてくれる料理本ならなんとかなるんじゃねえ、おめこ、そうなんですよ、まあ今日はパイナップルはね、まあ、これで終わりということで、はい、美味しくいただきましたということで、捨てるの、新しいイラストがあります、インスタ映えしてんじゃんのゼロよ、はぁ、なめこ栽培キットきた、はい、でですね、パイナップルさんはえぐられ始めた時点で終わりを予感してたぞ、固まってないじゃんって、今日は何作んの、うん、ただパイナップル食っただけかよ、今日はなめこ入れるんだよ、育てていこうと思います、
なめこ栽培日記ということでですね、これからちょっと上げていきたいなと思います。で、まあこれなんか森のなあ、なんかその箱捨てちゃったけどね、こういうのがあるんですよ。で、あのね、ガチの栽培キットと思って買ったんやけど、今日はサーモンのムニエル、あのね、タルタルソース添えです。ここに育ち切ったやつを用意しました。こんなんがね、届いて、キノコになってそう。そう、なんかパイナップルの中で育てるの。それはやばいやろ。ね、その穴を開けたパイナップルにカレーをぶち込むんだよ。そしてその後にナメコを植えろ。お猫飼うとかいう回春行為きたー。で、ない、あの、そんなところに置くなよ。今度はキノコの上に謝るのか。バカって色見せるな。これを開けていきたいと思います。それどこで栽培するの。これあの冷蔵庫の中で栽培しようと思います。ナメコってあのあれなんですよ、冬というか温度が5度から10度の間にしかできないんで、これ1200円ぐらいです。そう、でね、ナメコはね、基本的にね、あのね、間に合わなかったー。1200円ぐらい。間に合わなかった。またタイトルつけたな、何か。食材を無益にする配信。やめて。ゼリー見せろ。ゼリー、あの、すみません。あの、もう食べました。また見てください。ナメコは基本的に、10月から、無毛っていうもんだ、あれ。10月からですね、冷蔵庫に菌が飛散しないの？そうそうそう。あ、それがね、危ないんですよ。だからそこはサランラップでね、10月から3月の間にね、まあ、できるわけですよね。で、映ってないし、ピンと合ってないし、ゼリー OK とするって言ってたやん。ピンと合ってねえよ。見える見える、ぼやけてるだが。よいしょ。まずちょっとナメコの基本知識からね、やっていかへんとね、あかんよね。まあ、基本的に収穫っていうのがね、収穫っていうか発生がね、ピンと合ってないし、チンペだし、血管キモいし、書かなくていいよ、聞いてないし、見えないし、どうでもいいから。発生が10月から3月なんですよ。だから、8月から、育てようと思ったら無理なんですよ。だから殺せないです。だからね、冷蔵庫で発生させるしかないんですよね。だから僕の冷蔵庫結構ちっちゃいんで、そうか。お前はナメコ博士か。ちまきお前ほんまそういうとこやぞ。そういうとこ。あのね、これに入れてちょっとこう栽培していこうかなっていう感じです。専用冷蔵庫行きますか。まあ、プランターがね、なかったんで、ちょっとこれでいくと思います。別に冷蔵庫くらい買えばよくないですか。冷蔵庫ってめっちゃクソ高いじゃねえか。そう。どうでもいい知識だけな。ちょっと配信タイトル変えときます。ちっちゃいのイラストがあります。ところで冷蔵庫どのぐらいの大きさなの？見せましょうか。ちょっと待ってくださいね。このね、この大きさなんですよ。この大きさ、届くかな。この大きさのやつで、まあこんな感じなんですけど、ちょっと汚いっていうのはちょっとやめてくださいね。ここにあのナメコ置いて、あの育てていこうかなっていう感じです。そう、汚い汚い、ダブルぐちゃぐちゃ、もうキノコ生えてんじゃね、臭い。まあまあ、やる感じですね。汚な。まあ、こんな感じですかね。何もせんでもナメコ育ちそうな環境やんけ。やめろやめろ、菌湧いてへんねん元から。わら、よいしょ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 、はい、ってな感じでですね。お前さ、粉物を冷蔵庫に入れるな。温度差でしけてかびるぞ。いやでもな、なんかさ、粉物を冷蔵庫に入れたら虫が出えへんっていう人もいるじゃないですか。
どっちが大正義なのかっていうのを、ね、ちょっと語り合いたいな。まあそんな感じで。本当に金負けばその中で永久帰還できるやん。そう、永久帰還できる。そう。でもね、僕ライツベの時にですね、あれですよ、椎茸作ったんですけど、ちゃんと育ちましたよ、椎茸は。うん。配信でも食べましたしね。パイナップルの養分を。どういうことですか？ぬるぬるじゃないですか？ぬるぬるっていうことはそういうことだよ。ぬるぬるっていうことはそういうことだ。育ったって10個も育ってないような。いやいや、あれ裏で食べてますから。ローションにもなる。そうそうそう、もしなんか女の子と何かあった時もね、ナメコ使えばいいから。ちょっと待って、ナメコあるでっつって。お前ナメコで女する気か。ナメに釣れんのか。普通に腐りそうなんですが、どうなんですか？痒くなりそう。さあ、まずはちょっと実験だよな。こういうなんか。ところでゼリーどこですか？ゼリーはもう食べました。すいません。まあこういう木がね。下クソ料理で腹下してナメコがそのままケツから出てくるやつやって。大腸キノコどこ？ナメコどこ？そうそう。まあこれまず原木なんで。作り方はね、全然書いてないのよ。この付属してた紙のこの部分しか書いてないのよ。ここことかはもうなんか木とかに、あのね、外に植えないといけないんですよ、ナメコって。夏の間とかでもそれはちょっとでけへんから、その勝手に玉手の横とかに、玉手の横とかに勝手に埋めたら怒られるし、近所の公園とかに埋めたら絶対怒られるから、こちらプランターのやり方でですね、やりたいと思います。袋から取り出し、鹿沼土または赤玉土を巻き、何？なめこテロ起こすぞ。はいはいはい。で、単木を並べ、植えてみないと怒られるか分からないだろう。木口面が1から2センチ埋まる程度土をかけ、十分に水をかける。はいはい。赤沼土って言うのこれ。鹿沼土と思ってる。で、なめこさんがかわいそうになってきた。わっかって結婚したみたい。で、赤玉土も買ったんですけど、今買って言わなかった。これ。つむじからなめこはいるぞ。これを、敷いていきます。ベランダに巨大空調室作るのが先なんじゃ。そういうのにお金かける前に違うところにお金かけませんか。まあそうなんだけど。なんでナメコなん、ネギでもなんでもあるじゃん。ちゃうね、アマゾンで間違って買っちゃったんだよ。うんこの、買っちゃったからもう作るしかねえと思って。基礎練りを怠る配信者の鏡。基礎練り？じゃあなんかみんなさ、なんか家庭菜園とか何を間違えたんだよ。やってんの？畳に直接植え込もう。間違って買うようなものなの？そうそうそう。あ、ちょこれどう？レインボーな猫とカレアな猫入るん。それあれでしょ？おさわり探偵の方でしょ？ちなみに何と間違えて買ったんだ？まずは透明。何やったかな？もうちょっとハードリスクそうなものからの方が良くないですか？新規発生する？前半はキノコの形が大好きだからキノコしか栽培しない。いつもの排水口で育てたらええんちゃうか？何それカブトムシ育てるの？冷蔵庫に入れるならさっプランター洗えよ。ね、あ、これはね、大丈夫です。洗ってあります。これ洗ってます。でこれをここに原木を差し込む。血濡らさないといけないから流しでやるよ。サイズ小さくね。通過台所でやるもんじゃねえだろ。もう言われてるけど埃だらけで汚ねえぞ。よいしょ。あ、そうか、確かに。まあ後で掃除しますんで大丈夫です。
うん、ドン引きしてる。新しいイラストがあります。それ何なん、なめこ。ずっと小声で言うときは嘘ついてます。よく分かってんな。でこれをかわいい、これさ、先にこれ立てといて後から入れなあかんかったんじゃん、これ。新しいイラストがあります。これで合ってんの？多分。あ、これさ、原木削らないで。ちょっとこれあれやな。ちょっと。変なアートみたいになってる。わら、そのバケツ何個もあるんか？これ1個しかないです。まず1個やってみようっていうことでね、実験的にやる。どうやっては消さすの、この環境。すげえもん買ったな。ぐっさ、いつもの早い公開やめろ。どうだ？そこに穴開いてるのか、これ。なんで買ったん？わら、そんなんよりさっきのパイナップルに原木入れましょう。時間かかるのに1個しか試さないの？あの原木どうするんだ？他はもうね、洗面器、埋めに行くわ。もう、おい、この植木鉢にパイナップル埋めて供養して失敗ということでよろしいか？まだ失敗じゃない。それがいて寝ればすぐ育ちぞ。そうだよな。失敗前提でやってるので成功です。それそこに穴開いてないだろ。パイナップルの芯でも埋めてるんですかね。大丈夫かよこれ。大丈夫大丈夫。布団の下に入れとけ。これゲッてやっといて、ここにビビビって多分できるから。埋まったへん。わら、ビビビって普通に腐りそう。違うものが生えてきそう。でこれをちょっとこう濡らす感じでしょ。ちょっとこう、ちょっとこう水気で。朝起きたらカブトムシが。ナメコっていうのはね、その上の部分にしかできないのか。砂を、そうそう、わら、ナメコっていうのはね、流しに溢れた土があるよ。乾燥に弱いんでね、まあ、こんな感じでねやろうかな。日陰に置くんだろ。元気横が一番だな。そうそうそう。公園に原木捨てて生態系壊すのやめろ。生態系は俺が作っていくんや。よいしょ。タイトルもらいまくりやな。今日はいただきました、ありがとうございます。いや、これをね、出てた椎茸は全体から出てたのに、そう、椎茸はね、違うね。椎茸ちょっと簡単なんだよ。冷蔵庫ってどえなん。ブスにそのまま送れ。テントに住んでる方々が食して処分してくれるだろう。そうそうそう。あのさ、インターネットある時代で情報が少なくてわからなかったら調べろよ。わらわら。ちゃうね、ちゃうね。今回も全部なめこな、ね、なめこ育て方で調べるとね、あの、おさわり探偵が絶対出てくんねん。あの、マインちゃんが CM やってるやつ。ふざけんな。公園に捨てるし、油排水口に捨てるし、料理したもの三角コーナーに捨てるし、最低やな。君みたいなやつが池にブルーギル放流するんだ。いや、そういう、ほんまに悪いやつやんけ。ちまきもロリコンになっていくんやな。そうです、生態系壊し。はい、こんな感じでね、こんな感じかなって思います。一本ナメコ生えてるやん、取ってみよう。これそこに穴開いてないとカビて終わるぞ。マジで？まあそこに穴開いてなかったら、まああのちょっとこう、ちまきも外来種だしタイプカットしよう。穴開けるんで、どうしよう、穴開けた方がいいかな。穴開けるか。そこに水溜まるとやばいぞ。プランターって言ってたけどバケツじゃねえのこれ。ドライバー持ってってどうやっても悲惨になるから穴開けずに行こう。で、今夜のメニューは？あ、ちょう。これ無理やな。
外来放流人間ちまき。何するのかこれ。何それ。わら、バケツというかゴミ箱かこれ。開けた後の受け皿あるのか。なんでバケツしか用意できないの。ミミズ増やしてブルーギルの餌釣りしよう。そしてナメコ生えなくて冷蔵庫の肥やしに。何のためにプランターって書いてあるのか分かってないんだな。その矛で開けるの。そう、え、ドライバーとかないんかこれ。プランターって横長だよね。そう、あ、でも僕の冷蔵庫長いんで。あー、なんか出ている。こわ、わら、そら出るだろ、わら。その道具何。なんかメスみたいな。ちょっとこれ全然貫通してへんねんけど。すいません、何してるんですか。気をつけて、やば。え、あの、なんか穴を開けて。猫ストレス感じてるよ。やば、何してるんですか。そのまま穴開けてベランダに置くなよ。血が流れ出して排水口詰まるから怖い。プランターってのは排水用の穴が開いてるぞ。ほんと適当やな。そんなんで穴くつくつ開けても意味ないぞ。変わった太鼓の達人として、これを冷蔵庫に入れたいと思います。今日穴はよくね、はい。どっちみち失敗や。ちまき先生ってやっぱりお薬決めてるんですか。待てばか、穴開けた後どうするつもりだ。日に日に退化してるな。よし、暑さで、OK、先輩って残念な人なの。よし、これでいけると思います。よし、暑さとか関係ないよ。もうダメだバカだ。よし、行きましょう。受け皿ないとパイナップルと同じことになるので。は、あ、受け皿か。受け皿いるのね。受け皿か。受け皿か。穴からにじみ出た胞子が冷蔵庫を侵食する。コメント無視率上昇か。うわ、マジこれ何やってるの。ドン引きってレベルじゃないんだが。ナメコだから水やるんでしょ。が、わら、お前子供の頃土触ったことないのか。頭はまだ子供だが、マジで臭くなりそうですね。まあバケツだから受け皿いらんでしょ。パン祭りの皿にしよう。しこしょ。本気で引いてる。あ、かわいい髪型ですね。キノコ生えて死なねえかな。わら。よいしょ。あ、わら、え？この頭の足りなさで判断卒ってマジなん。よし、オッケー。これで、何してる4。マジマジ、わら、それはマジ。3週間かな。3週間ぐらいで多分できると思うんですよね。ま、3週間ぐらいで多分できると思うんですよね。君原木は失敗したらナメコの代わりにメロンパンは生えてこんのやで。ノンフィクションやぞ。1週間にして1日1回写真撮って成長具合見せてね。そうだね。一応ここにね、ででんって入れてるんで、これで多分なんとかなると思います。24時間監視しろ。来たねー。ね、よし。これはひどい。わらわら、まあ、これでできる可能性もあるから、みんな言ってる。人大丈夫なん。わーわー言ってますけど。ナメコ成長日記始まる。そう、汚ねえなー。冷蔵庫整頓して。はい。そっからですね。はい、はい、これからまたね、ナメコジメジメしないとダメだぞ。ナメコ汁を飲むまでが配信なんでね。またね。冷蔵庫に鉢植えって気持ち的にどうよ。まるで決まる日、冷蔵庫の横からキノコが生えてきた。何やりきった雰囲気出してんだ。冷蔵庫内が思いのほか汚かった。猫汁か。ありがとうございました。暑いな今日。これからね、また適宜成長記録やっていきますんで。そのままかじって。見える。見えるぞ。カラキ汁を飲む未来が見える。また明日配信しますんで。今日の配信自体1くらいクラスのひどさですね。今日何作るの。今日は終わりでございます。
すいませんでした。はい。ちまきがキノコ人間になるまであと30日であった。おせ。二度と配信するな。配信するな。はい。ということで、すいません。お腹すいたよ。ちょっと今日も疲れてるんでね。なんで疲れたかよくわかんないですけど。また。ご飯食べたの？明日配信します。ではでは、今日はこの辺で。あ、ご飯はね、食べました。今日ちょっとラーメン食って帰ってきたんで。ちょっとお腹は満腹です。初見です。農家に謝罪しろ。絶対初見じゃない。なんでですか。はい。地味だったけどひどさで言うとベスト5入るくらいだった。だよ。ごめんなさいね。また明日やりますんで。ラーメン作る配信しろや。ラーメンって難しくないか。リンゴゼリーと聞いて何ラーメン食ったんだ。とんくつラーメンだよ、うん、リンゴゼリー。リンゴゼリー、リンゴゼリー難しそうや。はい。からびたパイナップルほっといてラーメン食ったとか信じられねえ。ごめんなさい。はい。すいませんでした。また。豚骨ゼリー作りますか。またナメコの成長記録よろしくお願いします。はい。我が子のように育てていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。パインゼリーは、はい、元気出して。失礼いたします。パインゼリーはまた動画をはじめから見てね。だいぶ謝罪してんな今日。はい。おいです。汁が溢れてそこからキノコが。いやー養分がすごいな。すいません。録画から穴開けてるとこインスタにあげろよ。まだ30分しか経ってないが、パインゼリーはインスタに載せろ。明日やります。ちょっと口内炎がひどくてね、喋れないんですよ。今来たんだけどって言ってんの。言ってんの。萌えちゃんが言ってんの。ごめんなさい。ちょっと明日よろしくお願いします。明日8時よろしくお願いします。はい、失礼します。萌えちゃん。